録画忘れたからメモリーです。こいついつも録画忘れてんな。マンタマリア楽しくて好き。というか三神器が大うわーでしょ。アサリ集めてなんとなく高台。柱から体出すの怖いよ。よそ見してたから助かった。一発くらい当てろナイス。直射苦手だから助かる。ちょいと砂を一つまみ。直射怖。金網に逃げよ。一発くらい当てろー。かすり傷ですら怖い。こっちくんな弾幕で時間稼ぎできたわ。でもせっかくなら言うなら一人くらいはやれ。かなりして当てるの苦手なのでそうな。パブロに接近点で勝とうとするなー。アサリのパブロ、生き生きとしてて可愛い。好き。うわ。うんこなでこわ。めっちゃ左から来たそう。ゴム怖い。絶対こっち飛ばしてくるだろ。あぶね。なんだ今の。僕のおかげで金網渡りが快適。もう他の武器持てなさそう。はい、今の絶対枯れただろ。ちゃんとせー。あぶね。なんか勝ったわ。カバーありがとう。あそこに飛ばれたらいろいろ面倒くさいから。ここでマックをチラリ。パブロがすごいいいとこにいるな。ナイスありがとう。これがあるからアサリはやめらんねえんだ。ちょっとくらい死んでもいい。いやそんなことないわ。ちゃんと生存して時間稼ぐ。なんかいるなあそこ。これ抜けられてね。はい。はいじゃないが。長所兵なんだからちゃんと監視役しなさい。なんかやり。びっくりした。やばい。なぜか誰もいない。アサリイリュージョン。なんで勝てた。お得な情報。スプリンクラーは大概盾にはならない。
ビー特有のイマジネーションを無理。正直アサリ全部動画にしたかっただけなんや。すまんな。このピョンピョンするの可愛くて好き。終わりです。